40秒でわかるすだりを強し、 MMA 戦績7勝2敗 6KO1 回の判定勝ちになり、山本キットを指導した遠征井上の下でトレーニングを積んでいます。大相撲では165勝しており幕下優勝経験があります。ライジンでは得意の打撃で KO を量産しており、日本ヘビー級の未来と評されています。 KO した選手に殴りかかるなど気性の荒さがありましたが、試合を重ねるごとに冷静さも増してきています。前戦では元 UFC ファイターロッキー・マルティネスに判定勝利し、次回ライジン&マークロクにテイム・ドンファンと対戦が決定しています。